どうも、西川大輝です。本日なんですけども、私にとって、とてもとてもとても大切な作品、ミュージカル、ボーイフロムオーズを見てまいりましたので、そちらの感想を喋っていきたいと思います。黒猫チャンネル。先ほど、感激して帰ってきて、興奮冷めやらず、お風呂に入って、そして今撮影をしてるんですが、今日はもう余韻に浸りながら喋るので、もしかしたら見づらい動画になってるかもしれませんが、と言いますのも、このボーイフロムオーズという作品は僕にとって本当にとても大切な作品で、ミュージカルアニーでデビューさせていただいて、ずっとこう子役として活動していて、初めてこう大人の方がメインでやるミュージカルに出演したのがこのボーイフロムオーズという作品で、でそこから初演、再演、再演と3回出させていただいて、そして今回が15年以上ぶりに4回目の再演。本当はね、2020年に再演が行われる予定だったんですが、コロナの影響で今年になって、僕はヤングピーターという役で3回とも出演していたので、実はこんなにとても大切な作品でずっと関わっている作品でありながら、一度も客席からボーイフロムオーズを見たことがなかったんですよ。まあもともとこの3回の今までの上演は、同じ渋谷の青山劇場で、上演されていたんですが、今はもうね、青山劇場が、閉じてしまったので、シアターオーブってことなんですけど、でもまあ同じ渋谷ってことで、なんか渋谷駅降りて劇場に向かってる間も本当にドキドキしてて、エレベーター上がって、そしたらなんか係員の方が、ボーイフロムオーズの入り口こちらですみたいな、ボーイフロムオーズっていう言葉を聞く、なんかこう他人から聞くっていうだけで非常になんかこう興奮しましたし、チケットを持って係員の方にもぎっていただいてっていうのをして、まあ普段まあ当然僕も舞台とか見に行くんですけど、どうしてもまあ今俳優という仕事をしているので、まあ、もちろん感激は楽しみなんですけど、どちらかというとなんかこう仕事の延長みたいな感じがやっぱりこう何割かはあるわけですよね。ただまあ今日に関してはもう本当に完全に一人のお客さんに戻って、チケットをもぎっていただいて劇場に入ってって、本当にドキドキワクワクしました。そしてオーバーチュアが流れて、いやもうその時点でやばかったというか、まあまあ泣きましたね。ボーイフロムオーズは舞台上にバンドさんが全員いらっしゃるんですね。こうミュージカルってオーケストラピットといって、舞台の下にオーケストラがいて、バンド隊が見えないこととかもあったりするんですけど、ボーイフロムオーズは全員バンドが舞台上にいて、その姿を見てもグッときましたし、最初の語りがあって、真ん中からマサさんが歩いてこられて、もう言葉にならなかったですね。まあ、僕にとってもとても大切な作品なんですけど、本当このボーイフロムオーズって特殊な作品というか、聞く話ですけど、まあ、僕は子供キャストだったんですが、大人キャストの方も今でもすごくこう絆があるんだって話をよくいろんな方から聞いて、で当時 LINE なんてなかったんですけど、今もこうそのグループ LINE があったりとかするんですって。それってなかなかすごいことだなっていうか、まあ今舞台のグループ LINE って作られたりするんですけど、まあ、その後もずっと動き続ける、そのグループ LINE が動き続けることってまあなかなかなくて、なんかある方とおしゃべりした時に、なんかすごくこう青春感があったっておっしゃってて、なんかそれは子供ながらに参加してても、振り付けをしてる大人のキャストの姿とか見てると、確かに今思うとすごくみんなでこう熱く燃えて、まあ部活じゃないですけど、今大人になって俳優としてこのミュージカル作っていく中にいると、確かにボーイフロムオーズってちょっと特殊だったのかなって思ったりもします。で先ほど話しましたけど、まあ、今まで青山劇場という劇場で上演されてたんですけど、初舞台のアニーも青山劇場で、でミス・サイゴンも青山劇場で上演されたこともあったりして、まあ、すごく自分にとっては思い出の場所なんですけど、楽屋口を降りるとね、
青山劇場だっていう香りがするんですよ。なんか歴史ある香りで、なんかこうスタッフさんのこう窓口があって、そこからこうコーヒーの香りがしたりとか、なんかこう本当にこういろんな思いが詰まった青山劇場の香りっていうのがあるんですけど、今日舞台を見ながらそういうことも思い出したりもしましたし、終演後マサさんにも LINE させていただきましたけど、本当普通の感激体験とは違う特別な感情をきっと大輝は持っただろうねっていうことをおっしゃっていただきましたけど、でもまさにこんなに魂を揺さぶられる感激体験って今後あるのかなっていうか、本当に歌詞もセリフも振り付けもほとんど僕が出演していた時と変わってなくて、本当タイムマシーンに乗って15年以上前の劇場空間にポッと一人だけ戻ったような、本当に特別な時間になりましたし、あの頃と今の自分とのこう距離みたいなものを感じて、そういう思いを巡らせるみたいなこともありましたし、ですね。まあこういう機会じゃないと喋ることもないと思うんで、まあと言いながら、まあ前にツイッターでちょっと書いたりしたこともあったんですけど、まあ思い出話と、まあ自慢話をさせていただければなって思うんですけど、もともと僕はリトルピーターという少年時代の役でキャスティングしていただいたんですけど、稽古途中で声変わりが来てしまって、途中稽古は曲のキーを下げて歌ってみたりとかしてたんですけど、まあなかなかそれでも厳しくて、まあ今でも忘れないですけど、普通に稽古がある日、まあ僕はお休みを言い渡されて、自宅でこうぼーっとしていたら、プロデューサーの方が電話かかってきて、今から急遽稽古場来れるかってことを言われ、稽古場に行ったら、別室でプロデューサーの方とこう面談みたいな感じがあって、なかなか声の状態的に今回はリトルピーターやるのは西川くんは厳しいかもしれないねみたいなお話をされて、すごくこう辛い気持ちになってたんですけど、そしたらこうパタッとドアが開いて、今稽古場で稽古してるところに来れるかと、ちょっと演出家と振付家が呼んでるっていうことを言われ、なんだろうっていうので言ったら、そのリトルピーターの出番の直後に青年時代のシーンがあるんですけど、まあ、そこはマサさん演じる、大人になったピーターが一人で演じてるシーンだったんですけど、歌の長さを伸ばすからここでタップ踊れるかって言っていただき、でボーイフロムワーズはちょっと特殊で、ミュージカルの現場は稽古ピアノの方っつって、こうピアニストが一人でいて、オーケストラの音楽とかピアノ一台で稽古することが多いんですけど、稽古ドラムっていうドラムが稽古場から入ってて、でそのドラムの方とアドリブでタップを踊って、で振付家の上位にこう見てもらいながら振り付けを作っていって、でまあそれが採用になって、海外で上演してる時は存在しなかったギャングピーターという役を急遽作っていただいて出演することができた。でその結果、そのヤングピーターは青年の役なので声変わりしてても問題ないので、初演再演再再演と3回とも出演させていただくことができたっていう、なかなかオリジナルの舞台がある中で自分のために役を作っていただくなんていう経験は、もしかしたら一生もうないかもしれない、そんな貴重な経験をさせていただいたなと。まあ声変わりは当時しんどかったんですけど、すごく大きなプレゼントをいただいたなと。そしてその経験をさせていただいたからこそ、この島で俳優を続けていたからこそ、今日客席でああいう体験をできて本当に良かったなと思いますし、そのヤングピーターの、まあ、振り付けは今回に合わせてさらにバージョンアップはしてたんですけど、でも当時作った振り付けというか、もう結構こう前半部分はしっかりこう踏襲してくれてて、なんかそれもすごくグッときたって表現でも足りないぐらいでしたけど、本当ヤングピーターって出演時間全部で5分あるかないか、もしかしてないのかな、
ぐらいの役なんですけど、本当にこう一気に短距離走を走り切るみたいに心をスパークさせて、その一瞬に全てをぶつけるっていう、なかなかそういう舞台もないと思うんでね、今思い返すと本当にやれてよかったなと思える役です。できることならこの4回目の再演も大人になってボーイフルモーズ関われるものなら関わりたいなって思ってたんですけど、ありがたいことに今まあミス最後やらせていただいたりとか、結果的に客席から見るということになってなんか良かったなというか、本当初めてボーイフルモーズやっぱ客席から見れたんで、なんか結果的にはいやもちろん関わりたかったですけど、なんか中からではなく外から思い出を眺めることができて、で本当にマサさんはじめ大鳥蘭さん、今陽子さん、しぶきじゅんさん、当時の関わってたキャストの方出演してるっていうこともとても大きかったですし、まあまあずっと泣いてましたね本当に。その一方で大人になってから関わらせていただいた、そのミス・サイゴンでご一緒させていただいた福田絵里さんが出演されてたりとか、あとはまあ初演で一緒にやってたその佐々木誠さん、ボーフロモズにもスイングというポジションが作られてスイングやられたりとか、今と過去がなんか個人的にですよ、僕の中で勝手になんかこう混ざってる感じもなんか客席から見てすごく不思議でしたし、キリがない、喋ればキリがない、まあちょっと黒猫チャンネルっぽいこともね喋っていこうかなと思うんですが、このボーフロモズのストーリーっていうのは全部知ってるし、ああこういうセリフあったなあったなってこう見てたんですけど、でもすごく思ったのは、主人公のピーターがいろんな人からそうやって逃げるんだなとか、大事なことと向き合わないんだな、そうやってまたはぐらかすんだなっていうことを何度か言われていたり、そうやって自分のことしかお前は考えられない人間だよなっていう言葉をぶつけられたり、ありのまま生きるってことの尊さと難しさみたいな部分が作品のキーというか大切な部分なんだなっていうことを気づかされたんですね。まあ当然知ってるストーリーで知ってるセリフだったんだけど、その10代の時、子供の時には分からなかったそういう発見がたくさんあって、今回初めて客席から見てそういう発見ができたっていうのはすごく嬉しかったし楽しかったです。でね、以前はこうちょっと遅れて入場してきたお客さんを舞台上からピーターがちょっといじって会話するシーンがあったりとか、とあるシーンで客席からお客さんあげて一緒にこうちょっと踊って写真撮ってみたいなシーンがあったんですよ。でまあそういうのもまあおそらくコロナ禍だからまあカットになったのかなってことを思ったり、まあこれネタバレなんですけど、まあこのピーターはまあバイセクシャルというか、ライザ・ミネリという、女性と結婚してたんだけど、その後別れて男性と付き合ってみたいな、まあそういう人物なんですけども、ちょっとこう性に関するコメディポイントみたいなところがあるんですね。というのは、彼のお母さんが、あ、彼女ができたのね、名前はみたいに聞くシーンがあるんですね。で彼がグレッグって答えて、お母さんがまあそれも良かったわねみたいな、ちょっとこうホワッとさせるみたいな、そういうシーンがあったり、そのピーターのマネージャーとありのまま、彼のありのままを出していくのか、それともこうそこを隠していくのかみたいなところだったり、こう演劇的にコメディポイントとして作られていってるところがあるんですけど、僕が出演していた頃っていうのは結構そこ笑いが多かったな、ずっと笑いがあるようなシーンだった記憶があるんですけど、まあ、今回は客席の雰囲気、まあ僕も含めてですけど、客席の雰囲気がこう一瞬ん、これはコメディポイントなのか、それとも結構性に関するセンシティブなシーンになっていくのかなっていうのをこう一瞬迷うじゃないけど、でちょっと何回か続いた後にフフって、あ、ここってコメディポイントなのねみたいに笑いが起きるみたいな、そういう展開になってて、そのさっきの、舞台上に上げるっていうことと、今話したようなことが、まあ、全く違う意味で両方ともこう2022年っていうものを、まあ、同じボーイフロモーズって作品を見ながら感じた点だったなというふうに思いました。まああとコロナ禍で楽屋に終演後にご挨拶行けなかったのは残念だったなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。初演とかね、再演再再演ご覧になった方、そして今回初めて見たよっていう方、この動画に関してなるほどねとか、
私はこういう風に感じましたとかありましたら、短くても結構ですので、率直な、感想みたいなものをコメント欄に書いていただければなと思います。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。